警察官の職務執行に不可欠な逮捕術の技能向上を目指し、県警逮捕術大会が8日、松山市一坪西町の県武道館で行われ、警察官およそ300人が日頃の鍛錬の成果を競いました。逮捕術は柔道や剣道、空手、ボクシングなどの技を組み合わせたもので、警察官が最小限の打撃で犯人を取り押さえることを目的としています。はじめに開会式が行われ、県警の永井康則警務部参事官が、警察官は悪と対峙したとき、ひるまず臨まなければならない。現場での対処能力を高めてほしいと激励しました。今治警察署の村上哲也警部補が、鍛えた技と気力を発揮し、正々堂々と試合に臨むと宣誓しました。新居浜警察署員が模範演技を披露し、木刀を振り回す犯人役の3人を警棒や盾で見事に制圧しました。大会は団体戦と個人戦が行われました。選手は警棒や素手で白熱した攻防を繰り広げ、有効打が決まると同僚から大きな歓声が上がっていました。